どうもお疲れ様です。今回は YouTube の動画の作り方についてアドバイスになります。一つの動画ではですね、基本的に一つのテーマを短くお話ししてオチをつけて終わる、これでよろしいんじゃないかなと思います。まあよくね、尺が長くなっちゃってテーマを変えながらいろいろ喋って、でタイトルがちょっと一貫しなかったりとか、タイトルにいろんなテーマを詰め込んじゃってバラバラっとしてしまう、そんな動画がね、私もあるんですけども、こうなるとね、どのテーマに、ニーズがあるのかってことが分かりにくいんですよ。例えば ABCD と4つのテーマを入れ込んだ1つの動画を作った時に、その動画のアクセスが高くても低くても、何があったから高いのか、何があったから低いのかってことが分かりかねますよね。ですんで ABCD と4つのテーマがあるんだったら、 A の動画、 B の動画、 C の動画、 D の動画っていうふうに分割して4つの動画を作って、それぞれ A の動画には A のタイトル、それに応じたサムネイル、B には B に応じたタイトルとサムネイルって分けた方が、視聴者さんが、あ、これを見よう、これとこれを見よう、もしくは全部見よう、こういうふうに最初からクリックする前にね、選択することができるんですよ。その結果、再生数の多かったものについては、あ、これが人気なんだな、じゃあこれのパート2を作ろうっていうふうに進化させていくことができると。そして ABCD4 つの動画のうち、最も人気がないのはパート2を作るのを、まあ、後回しにしても大丈夫だよねっていうふうにやっていくことができるんですよ。そして逆にですよ、一番再生数の低い動画のパート2を作った時に、同じような再生数で続いたってことは、ものすごく強いファンがそこには、数は少ないけどいるっていう分析ができるんですよ。まあこういうふうにね、単なる再生数だけでも、どんな動画にどんな人が集まってるのかってことが判断できるんですよね。まあそういった意味で、一つの動画に複数のテーマを入れ込むよりも、テーマごとに動画を作った方がいいのかなと思います。そしてテーマをはっきりと明確に区切ると、サムネイルも作りやすいんですよ。困ったことを話題にするときは、サムネイルがこんな感じだったりとかね。それから何かを食べて美味しかったよっていうテーマを出すときには、その食べて美味しかったものをこうやってサムネイルに出すとかね。まあ恋愛についてのことを語ったときにはこんな感じでやってみたりとかね。サムネイルもとっても作りやすいので、視聴者さんが困らないってことになり、結果アクセスが伸びてチャンネル登録が増える、信頼関係を作ることができるということになります。参考にしていただければ幸いです。それでは。